さあ皆さん、また冬が近づいてまいりました。そんな冬の足音が聞こえるこんな秋の日にですね、我々はまたふらりと旅に誘われてですね、そして皆さんと共にですね、時空を超える旅へと今日もですね行ってみたいと思います。今日はですね、福島県にですねある小学校があるということをですね、まあ七飯くんが嗅ぎつけてですね、そこに吸い込まれるように滑り込んでいくことになるんですが、今日は一体いつ我々は時空を超えるのか、皆さん注目ポイントですね、ということでですね、早速行ってみたいと思います。
これ行けば短縮ですよね。取れるの？さあ、ノスタルジックツーリング、明日の本番に備えてですね、今日はここに泊まりたいと思います。ここはですね、森の分校ふざわというところですね。もうすでにですね、今5時過ぎなんですけど、真っ暗ですね。はい、すごいね、月がなんかもうこうこうと出ちゃってですね、やはりこの辺はですね、少しこう冬が来るのが早いのか、非常に肌寒い感じになってます。そして一応学校、まあ分校ですね、分校をもとにですね、宿泊施設となってるんですけども、すごくですね、雰囲気のある感じになっております。この後ですね、まあどんなところに泊まるのかというのをですね、皆さんと一緒にちょっと見ていきたいと思います。さあ、というわけでですね、2階に上がってきたんですけど、見ていきましょう。廊下ですね。はい、あんまり大きい声出すと声が響くんであれなんですけど、結構ね、綺麗ですね。なんかこう、リノベ済みですね。これ分校の写真じゃないですか、昔のね。もう現在ですかね。現在ですね、綺麗ですもんね。これも女になっちゃいますね、これね、はい、すごい雰囲気ありますね、これ。我々は音楽室に今日は誘われて泊まる形になるので、はい、中に入ってみたいと思います。やはりこれ教室1個分ですよね。これだけ広い、感じのスペースが用意されててですね、そして、見ていくとストーブが3つ、すごい勢いで温まるこのストーブと、そしてあそこに小さいストーブがありますね、はい、でさらにあそこになんかペレットストーブっていうのがあるんですけど、それは今稼働してないようですね。危ないからやめてくれっていう形で。そしてここにはですね、まあ、ソファーですね。後で我々がきっとここで喋ってごちゃごちゃ写真動画撮るであろうソファーと、そしてここにはヨギボーがありますね。思ったより沈んでビビった。お、屋根ほら梁が通ってますよ、木の。まあ多分あれでしょうけど、デザイン上のものなんでしょうけど、窓から外の景色を見てみましょうか。ちょっとね、何が見えるのか。なんか網戸に虫がいっぱいいるんでやめときましょうか。本当だ、すごいいますね。はい、もうバシバシしてるんでね。おめでとうございます。いただきましょう。皆さん、あっという間に1日目が過ぎたんじゃないかなと、映像を見てる方はですね、思いますが、お気づきだったでしょうか。実はですね、私こういったものを仕入れております。ご覧ください。いつの間にか我々はもうすでにこちら側へと来てしまったようです。今さっきまでの皆さんの過ごしていた時空とですね、そして今もうこの画面を見てる皆さんの時空はですね、実は移動していたんですね。こういったものはですね、現在店舗に売ってあってはいけないはずの、時間軸のものなの分かりますかね。これなんだか分かりますよね。ビッグバーン R3 って書いてあって、
なぜかあのコルトガバメントみたいなロゴがあの2つも3つもついてますけど、ご覧いただきましょうか。こういった形で、これご存知の方は知ってると思うんですけど、弾丸もまだ96発撃てるって書いてありますからね。当然今現代の世の中でこれを放てる場所っていうのはなかなかないんで、ほら懐かしいでしょ、知ってる方は。これをちぎってですね、ここにセットするんですよ、こうやって。でここでってやるとパンパンパンってこの火薬が潰れて鳴るっていうですね、子供の頃にみんな遊ぶやつですね。奈良花さん、これ握りしめて走りましたでしょ今時これが売ってるということ自体はなかなかないですよ。ご覧ください、これメイドバイタイガーって書いてありますからね。虎が作ったって意味ですからね、これというわけで今回のノスタルジックツーリング、今後が楽しみですね。おはようございます。雨です。完璧ですか、林さん。バッチリです。完璧ですね。どこだ。さて我々はですね、いよいよ目的地に到着いたしました。ここはですね、
厚塩駅ですね、日中戦記念館というふうに書いてあります、こちらに。そんなわけでですね、まあ、当時としてはすごくおしゃれな建物だったでしょうね、これね。はい、駅になってはいるんですけども、すごくですね西洋風のおしゃれな感じになっていて、今はですねきちんと保存されていて、まあ、観光地化されているという言い方がいいのか分かりませんけども、人の手が入っている感じがしますね。ただやはり建物の作りを見ていくとですね、昔はもうすごいこの辺の地元ではね、あの話題になったんじゃないかというぐらい、綺麗な建物ですね。さあ中に入ってみましょう。大きく厚塩駅と書いてありますね。そして昔の木製の改札、そしてですねストーブもありますね。まあ、これなんかは当時からあったんだと思いますけども、やはりこう電車を待つ人たちがですね、まあバン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 電車が来るわけじゃないと思うので、こういったところで温まりながらもしかしたら日々の交流をしていたのかもしれないですね。さあそして休憩室があるのでちょっと中に入ってみましょう。木製ですね、やっぱりこういったところもね、はい、歴史を感じる形になってはいるんですが、まあ、壁にはいろいろな写真が貼ってあってですね、こういったものも後から撮られたものではあるんでしょうけども、ああ、まあもちろん当時のものもあるんだと思いますけども、さらにですねその写真自体もまたどん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 古くなっていく時間の経過とともにですね、そういった形でこの駅が今もある意味生きているというふうに、見て取ることができるのかもしれません。さあ展示室ですね、あの黒煙を吹いて走ってますね、はい、車両がですね、機関車ですね。そしてこういう、プレートだったりとか、これ電車の前に貼ってあるやつですかね、プレートだったりとか、そういったものもですね、まあ、展示されているという形になってますね。うん、はい、ここに何かありますね。切符、親指をちょいと舐めて取り出すと簡単ですよって書いてありますね。自分の親指ですよって書いてありますねここに100円入れて、切符を買うと、これですね、売ってるのは。どうやらこれ全部ソールドアウトってことですかね、これどうやらそういうことですね。とりあえず100円と書いてあるので100円ここに入れてみたいと思います。はい、でこれを、これ本当にカサカサだから指が、はい、こんな感じで、愛の始発駅厚潮から喜多方行きというふうにですね、切符を購入することができました。はい、厚潮駅よみがえらせ隊って書いてありますね。そういう隊がいるんですね。はい、まあ、この切符ではですね我々はどこにも行くことができない、強いて言うのであれば、まあ、陶器機の思い出を巡らすことぐらいですかね。はい、外に出てみましょう。ブランコがありますね。そして周りにはですね、まあ、木製のベンチとかですね、なんか金属製の箱とかいろいろありますね。駅から少し歩いてきました。そしたらですねここに踏切がありますね。はい、使用中止とあるんですが、まあもうそれは見れば一目瞭然の感じでですね、かなり歴史を感じる形になっています。ただいいですね、当時はここを電車が通っていて、今こう道路になってますから車が通ってますけども、ただですねここはもう昔線路だったんでしょうね。そしてここに踏切があったというのがですね、この厚塩駅ですね、当時の姿をですね彷彿とさせるような、そんな踏切ですね。はい、さあ駅から約 120m 歩いてきました。ここに転車台の跡がありますね。やはり単線の列車なので、ここに来てですね向きを変えてですね、またあの元の来た道、まあ、で線路ですねに戻っていくという形になっています。もちろん今はですねもう何もこういう土台というんですかねだけが残った形にはなってますけども、ここは人力で転車していたようです。そしてここには水が張ってあって、その水の、まあ、浮力ですねを使って、まあ、比較的軽い力で、人間の力でもですね、あの電車の向きを変えることができたようです。こういったものもですね、もう今となってはですねもう何もない状態にはなってますけども、ただ当時はですねここで人々がですね電車の向きを回転させていたというのがですね、こうして形としては残っています。続いてはですね、我々が一番楽しみにしていたラッセル機関車ですねの方をですね、これから見に行ってみたいと思います。いよいよ我々の旅も最終局面を迎えました。ここにですね眠っているのはですね、はい、鉄製のラッセル機関車ですね。普段もう見ることのない独特の
もうこういう東北地方のですね、雪の深い中をですね、フロントの鉄の部分でですね、かき分けながら、当時はですね、轟音を立てて、走っていたというですね、そんな、ラッセル車がそのまま今ここに残っていますね。このですね、前の部分ちょっと見てみましょう。もうこれ鉄でですね、思いっきり雪をドカーンとですね、かき分けていくんですけど、ここでかき分けて左右に振り分けていく形で、これ上にこう出っ張ってる部分があると思うんですけど、ここがですね、要は雪を巻き上げた時に前の視界を塞いでしまわないようにですね、まあ、非常になっているという形になってます。このですね、もちろんその当時こういう形に作ることによって、まあ、その目的を果たしていた単線用のラッセル機関車にはなるんですけども、この形とかですね、このデザインですねが、もうこれ1930年代とかの製造みたいなんですけども、その頃のですね、雰囲気をですね、今にこう伝えていると。こういったものがですね、綺麗にこういうふうに専用の屋根を作られて、建物に保護されてですね、今も冬になれば深い雪に覆われるこのエリアですね、で静かに時を過ごしているというのがですね、非常に印象深いですね。さあ、そして側面はですね、こういう雪かきというか、雪を避けた時にですね、それがかからないようにする独特の形状してますね。そして上にはですね、エアタンクですね、エアタンクも装備しています。そして、もうかなりこれ時間が経ってるんで、こういうところはでもリペイントされてるんですね。綺麗に書き直されてますけども、すごいですよね、これ見てください、はい、こんな感じでですね、普段我々はもう目にすることのないようなですね、すごい特徴的な形状をしています。そしてその後ろにはですね、金属製の客車ですね、はい、を、引いています。これもですね、かなり歴史が古いものみたいなんですが、ちょっと中に入ってみましょう。さあ、ここにですね、黒いスイッチをオンにすると厚塩駅から加納駅の SL の音が流れますということでですね、ちょっとやってみたいと思います。ガタガタ言ってますね。すごいじゃないですか、これ。そうですね。ああ、ちょっと中を見ていきましょう。さあ、中にはですね、トイレがあって、開かないですね、はい、開きって書いてあるんですけどね。そして、ここちょっと独特ですね、この洗面台も。そして中はですね、意外と広いですね、はい、こういう形 の、まあ、金属製の客車になってますね。当時はですね、たくさんの人を乗せてですね、実際に動いていたということがですね、まあ、今となってはですね、このように静かな、本当に静かな感じになってますけども、当時はこの客車がですね、まあ、多くの人を乗せて、まあ、走っていたと。やはり当時、列車というのはですね、乗車率がやっぱりすごく高かったらしくてですね、例えばその今我々が見ている列車より昔のものは木造だったらしいんですね。ただ乗車率 300% を超えてですね、列車自体がですね、こうバラバラになってしまうとかって、そういうこともあったらしくてですね、そして大きな脱線事故とかでですね、多くの犠牲者を出したりとか、そういう歴史を重ねて、急遽、列車自体をですね、金属製に作るという形で作られた金属製の客車らしいです、これ、はい、そういうですね、歴史もあってですね、当時はやはり金属製の客車でもすごい木造に比べれば音とかも違ったでしょうし、非常にですね、これができた時はですね、革新的な、まあ、客車だったというのがですね、まあ、今となってはですね、電車自体は金属製ではなくなってますけども、ステンレス製になってますけども、まあ、そういったわけでですね、歴史を感じると言えるんじゃないでしょうか。Thank you.
できるんだ。